はい、どうも、たくみです。ということで、今回はこちら、プロスペースやっていきたいと思います。ということで、今回はちょっとね、後付けで、やる動画となっております。まあ、なので、まあ、ちょっと、ね、もうちょっとしたら押すかな。はい、ここですね。これの上級機能の、称号ですね。称号をやっていきたいんですけど、その前に、限界突破をさせようかなと思います。まあ、一応ちょっとね、まあ、別に動画でやる必要ないんだけど、まあ、一応ね、継承させるということで、お世話になったね、このシリーズ2坂本を、2017年シリーズ1に継承するっていう。はい。で、まあ限界突破5回まで行って、特訓も10になると。で、あとは筒号の方も、70まで行ったんで、継承させようかなと思っております。で、まあレベルはね、時期に上げて、称号とかね、坂本筒号どちらもねつけていこうかなと思ってます。まあ次の動画でまあおそらくつけるかな。はい。まあこれはまあ普通にただ継承させたっていうだけですね。で続いてこっちがメインで菊池ですね。菊池雄星選手に、称号をつけるっていう。まあ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 その9位型になんだけど、9位が80まではギリ行ってなくて79なんですね。なのでまあこれで、9位80まで行けばまあまあまあコンボがね出るので、その中継ぎに今入れてる80以上の選手を変えれるっていう。はい。ということでね、攻めの投球術これどっちなんだって思って、結局9位80になるということで、まあ良かったかなと思います。80とスタミナ1で75になりましたね。まあ、これによってその9位80が今ね8人ギリギリだったんだけど、これで80乗ったことによって9人になったので、まあ1人外して岡田選手を入れるっていうことができるので、まあスピリッツも上がりますし、まあそれで、コンボも減らさずいけるので、まあこれはねすごくまあ良かったのかなと思います。まあ結構ね、結構な確率で9位が1位上がるやつがあるので、まあ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 、まあ、一安心かなと思います。はい。なのでね、まあちょっと時期にオーダーもね、紹介しようかなと思ってるんでね、またそれはね後日動画にしようかなと思ってるんで、そちらもよかったら見てくださると嬉しいです。ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。